とということで,です、ね、一番最初からいきましょうあのー、この第1章ですね、えーまあ、あのカズレーザーがですね、えー、サピエンス電子を紹介した時にもう。 あのネアンデルタルターの辺が一番面白いかるんですよとにかくねこの第一章の辺りがあまりに面白くてです、ね、サピエンス電子第一章を読んでも燃え尽きる人がすごく多いんですけれどもですね「えーまあ、人類ほもなんとかいっぱいいた」という話ですね「サピエンスだけがなんで生き残ったか他の人類はな,なぜ絶滅したのかサピエンスの犯罪その動機と方法は?」ということで,です、ね「人類皆殺し事件」というのをテーマに、まあ、前半の方は話してみようと思います。 まず、サピエンス・となっていると。これ読んでない人にもわかんないんですけどもこの本がサピエンス全子っていうのは何でかっていうと我々がホモ・サピエンスという種族だからなんですよ。で人類っていうのはですねそのホ,ピホモ・サピエンス以外のホモ・ネアンデルタールとかですねホモエレクトロスと・エレクトロスとかす、ね、いっぱいいたんですね実は人類って単体じゃないですといろんなホモ族がいっぱいいたんですけどそれらをまとめて人類っていうふうにはこの本の中で読んでいると。で もう死んじゃったはずの僕らのおじいさんとか兄弟、いろいろホモ族っていうのをそれら含めて全部人類と呼んでいて唯一、今生き残っているのはホモサピエンスだけなんですね。でなんで生き残ったかのかというと、まあ、あのまあまあ嫌な話ですけどホモ・サピエンス僕らがですね他の人類ですねホモ・なんとかっていうのを大体殺し尽くしちゃったからその動機と方法を探っていきましょうというのが第一章です。えーとですね あの人によってはですねまだあのネアンデルタール人とかそういう過去の人類の祖先から進化して生まれたのがホモ・サピエンスと思っている人が多いんです何が悪いかっていってもこの絵が悪いんですね。これあの人類の進化の絵なんですけどももう本当に教科書にね載ってる絵なんですよでこれ50年前の教科書からずっと載ってるんですけれどもですねえー だろうなもうあの一番最初お猿さんがいてエンジンになってまあオーストラピテクスぐらいなんでしょうねでホモレレクトスでネアンデルタール <laughs> ごめんなさい人類ってなってるんでみんなこの順に進化したと思っちゃうんですよねただ実際そうじゃなくてミッシングリンクっていうのも今コメントあったんですけどミッシングリンクっていうのもないんですよあの実はですねこのこ、ね、のお猿さんみたいなのか えーとホモ類人類全ての子孫が生まれてこいつらが一斉に誕生したんですよねドーンとでこいつらどころじゃないんですよものすごくたくさんのですねいまだ発見してないやつを含めたらまずその身長 1m ぐらいのやつからですねおそらく身長 2m 半を超えてるようなやつまで人類って ものすごい数のものが、まあ、同時多発的に地球上のいろんな場所で生まれてたんですねまあいろんな場所って主にアフリカからですね中東辺りなんですけどでそれがですねこう出てきてたというのがですねまずあの最近ですねこの15年か20年ぐらいいろんな証拠で分かりつつあるとだから人類学っていうのはこの15年か20年でものすごく進歩しちゃったので教科書にはまだそれが乗り切ってないんですねだからまだこの絵がの残っちゃってると。 例えばその犬に犬っていう種類の中にですねセント・バーナードからチワワまでいろんな犬種がいるように人類にもですねすごく多様な人種がいたと、えー、例えば犬の世界ではいえば僕らホモ・サピエンスっていうのはドーベルマンなんですね。 あのチワワからセントバーナードを全部殺し尽くしちゃってああなんか犬はドーベルマンしか残ってないよって <laughs> だから我がいあのドーベルマンが犬唯一の犬であるって言ってるような状態だと思ってください。でその他の人類を殺し尽くしちゃったのがまあたった2万年前か遅くても1万年ぐらい前なんですね。で まあこの何があったのかっていうとですね大体ですねこの類似猿から類似炎になったのが600万年前。 もうここから先ね何万年前って言い方しますけどしばらくこれ退屈だけど付き合ってください600万年前ぐらいに、えー、猿からですねあの枝分かれして類似炎になりましたで250年ぐらい前に、えー、人類に進化した人類というのはつまりホモなんとというのがバババババッと出てきたんですねで。ここからいろんな人類が枝分かれしたんですけども大きい事件としてはですねそのうちのかなりの数ホモ・サピエンスだけじゃないんですよ。 あのネアンデルタールもです、ね、エルクトプスもですね大体みんな火が使えたっていうふううふに言うんですね、あのー。だから火を使えたのはホモ・サピエンスだけとかとよく言ってるんですけどあれももう間違いだったというのが分かってるんですよ。250年前になんで人類に進化したかというと、まあ、これも突然変異のやつだからこの100万年単位のことは突然変異の大きい変化で説明できるんですけどもでその250年前にいろいろな人類が一斉に出てきたんですけども大体ですね全て脳が大きかった。 みんな物を持ってですねなんか燃やしたりあと石器文明もかなりの人類いろんな種類の人類が持っていたと。で脳が大きいということはイコールお産が大変出産が大変ということなんですよね。脳が大きい生物があれ頭を下にして大体その類人猿っていうのが生まれてきますからなのでお産が大変なのでほぼ全ての人類が、ね、未熟児のまま生まれてくるイコール 他のですね哺乳類っていうのは生まれてきてすぐに立ったり歩いたりまあ,あ,のあのご飯見つけたりできるんですけども人類種族ですねはみんな未熟児で生まれてくるもんだから大体ですね2年か3年ぐらい、えー、なんだろう大きくなって自分を餌を取るのに待ち時間がある。 つまりその間母親がずっと世話をしなきゃいけないということはどういうことかというと本能が中途半端に生まれてきてもうアリとかですねハチとかだったら生まれてきた瞬間に自分の仕事分かってますよねでも人類種っていうのはみんな未熟児で生まれてくるからそこから先親や仲間がいろんなことを教えてこんなことしちゃダメだよとかこれやっていいよっていうふうなことを教えるという社会性がすごい豊富な種族社会性がすごい強い種族になっちゃったとだから なんか生後数年かけて社会を教育されて社会行動が本能ではなくて後付けの文化でコントロールされるとこれもサピエンスだけではなくホモ,ホモ種族といいましょうか人類すべての特徴なんですね。でまあポイントとしてはですねこ,の、えー、これらですね人類族全員は言えることは脳みそが大きいということ道具が使える複雑な社会機構を持っている。 これらててては、族みんなが持っっいる特徴だだと思ってくださいサピエンスだけじゃないです。でポイントはですねこれが250万年前ということなんですよ。で火の発見あの火を使って何かできるようになったりしたっていうのはですねたったというのは変ですけど30万年ぐらい前なんですね。じゃあ 200万年間人類は何をしてたのかというと何もしてなかったんですよ。これがね僕本読んでて一番最初に大爆笑したんですけどもこれらですね脳が大きいんですよ。で 道具が使えるんですすよ。よ。石器持ってんですよでも200万年間みんなですねダラ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 生きてるとの狩りで取るって狩猟民族で狩りで取るといってもですね主に虫とかですねそういうのばっかりなんですよあとは動物の死体とかそんなばっかりで木の実ばっかり食べたきのこを食べてたそういうやつなんですねで食物連鎖で言えばまあ中の外科真ん中あたりのものすごく地味な生物だったんです <laughs> なので、えー、ここまでのまとめです えー、目立たない雑魚キャラですね。ホモサピエンスは他の人類と一緒に250万年前に生まれました。特徴は脳が大きい道具が使える複雑な社会構造です。でも、えー、250万年前に生まれてもほ本当にですね。森の中に住んでいるですね。ねざこキャラだったんですよ。地球上のここがポイントですよね。なんか僕らなんとなくホモサピエンスっていうのは生まれてすぐに脳が大きいから。 石器時代とかに入って他の動物を殺したりしてあっという間になんか凶暴な種族として地球を制覇していったようなイメージがあるじゃないですかそうじゃないですか。